二代目、中村指導は、歌舞伎役者、日本の俳優、声優、本名、小川幹宏、乙女座、血液型は、大型、身長177センチメートル、体重63キログラム、足のサイズ26.5センチメートル、日本大学芸術学部演劇学科中退、2013年4月より、京都文教大学客員教授、中村指導事務所所属、 歌舞伎の名門、小川家に生まれる。父は、元歌舞伎役者の初代中村指導。結婚10年目で、待望の長男誕生だった。大らかにスケールを大きく育つようにと、母、陽子は、幼い指導に、北海道の雄大な景色を見せたり、アングラや、ストリップなどの出したような舞台を鑑賞させるなどしたと、言う。6歳の6月より、日本舞踊を始め、 指導自ら舞台に出たいと祖母に直訴。8歳の時、昭和56年6月歌舞伎座、芋瀬山婦女定金、5点の豆腐街の娘を披露で2代目、中村指導を名乗り初舞台を踏む。この6月大歌舞伎はいとこにあたる5代目、中村歌六、3代目、中村歌唱、5代目、中村時蔵と共に、よろずやはじめもに4名の襲名披露工業だった。当初から2代目、 中村指導を名乗る。指導は父、三木雄の歌舞伎役者時代の名跡で、祖父三代目、中村時造の配合に由来する。三木雄は指導が幼い頃に、歌舞伎役者を廃業しており、師匠不在の中でのスタートとなった。付き人もおらず、楽屋の支度は、すべて母が付き添っていった。1983年10月、春日局竹千代で、松竹社長賞を受賞。 中学時代よりロックに系統しバンド活動を開始、病状学園高等学校卒業後、歌舞伎役者が開店休業状態のまま日本大学芸術学部演劇学科に入学。在学時にはアマチュアバンドを結成している。19歳で歌舞伎の道を目指すことを再び決心するが、後ろ盾がないために役がつかず、最高列の一番端に並んでいるだけの役を演じる。 下積み生活を送る。その後、日本大学を中退。1995年3月、ダンユータとボーカルユニット、ユニット33として CD を発表。1996年、コリコリ話ナお染め役で歌舞伎座賞を、翌年には歌舞伎の味方解説で国立劇場特別賞を受賞。20代半ばより歌舞伎と並行して、 野田秀樹や大人の計画などのオーディションを受け始めるが、落選が続く。しかし映画、ピンポンで順守役のドラゴンの役を射止め、日本アカデミー賞、ゴールデン・アロー賞、ブルーリボン賞、日本映画批評家大賞、毎日映画コンクールの核新人賞五冠を受賞、2002年公開、29歳だった。以降、多数の映画やドラマに出演することとなる。歌舞伎においても、 2003年に若手俳優中心の公演である新春浅草歌舞伎にて吉継千本桜、毛抜きで初の主演を務める。またこの頃、タレントの篠原智恵との交際が報道される。2005年6月、映画今、愛に行きますで共演した女優の竹内優子と結婚。同年5月に中村のみで行った会見では、竹内が妊娠していることも公表した。 同年6月、京都南座で、船、弁慶の弁慶役を務める。この公演で、初めて一人部屋の楽屋を使うことが許された。同年11月、第一種となる男児が誕生。2006年7月12日、酒気帯び運転と信号無視で、警視庁に検挙された。2008年2月29日、竹内と離婚。長男の親権は竹内。 2011年8月29日、都内で行われた、米人気ドラマシリーズ、スーパーナチュラル6、6シーズンのブルーレイ &DVD 発売イベントに出席した際に、一般女性との交際が順調と答えた。2015年1月31日、一般女性と再婚。同年5月28日、東京都内のホテルで、披露宴を行い、サオリ夫人を、 報道陣に紹介した。2017年5月18日、人間ドックで初期の肺腺癌が発見されたことから、入院のため6月7月の舞台を休援することを発表した。2017年12月18日、所属事務所を通じて、同日午後3時30分に、第2子の2736グラムの男児が誕生したことを発表した。ありがとうございます。